これ買う。こっちがいい。あっちのでもいい。これがいいじゃん。ね。ね。持って帰るにするって。どうしたの？見れた。目ん玉がある。すごい。うん。これよ。だってすごいね。パール。金がいるよ。金さんいるよ。さっき金さんいるよ。うん、金さん。金さんいるよ。あ、そう、金さんがいる。うん。あの、置いて立てたい。危ない、ちょっと危ない。ちょっと危ない。いや。いや。カニさんいたね。カニさんいたよね。カニさんどこ？カニさんどこいた？カニさんこっちだよ。さっきカニさんこっち。行ってみな。なんかいる？なんかいる？水産グループはマグロ早川船を長崎所有し、漁獲から水揚げ、製造、販売、飲食までを幅広く展開しています。マグロの漁営を追って時には赤道付近まで航海します。早川は長いもので150キロ以上、釣り場で釣れた枝縄の数は実に2000本以上。沖縄本島が縦にすっぽり入りそうな長さです。釣り針に餌をつけながら枝縄を次々と海に流すだけで4時間から5時間。ハエ縄を流し終われば縄を上げていきます。マグロがかかっていれば人の手で暴れるマグロを船上まで引き上げます。マグロ漁はマグロと船員の1対1の状況を、まさに命がけの仕事です。初夏の大マグロ、夏の白玉マグロ、秋のメバチマグロ、冬の大マグロ、今海ぶどうだからやすい、旬の海ぶどうだ。なるほどね。茎だと茎食べれる。今日みたいな日だ。行っちゃおう。ここは男性、そこは女性。はい、チーズ。はい、チーズ。サク？サク？持ち上げて。サク？はい、チーズ。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 オッケー。はい、チーズ。
あ、オッケー。オッケー。こっちから持ち。じゃあこっちから持ち。はい、牛しといてよ。青くんよかったね。よかったね。よかったね。ニーニーが抱っこしてくれてるよ。よかったね。よかったですね。ね、芋とかもスナック菓子とかよくあるさ、初めてだね、おいしい。豆も柔らかい、うん、私これ好みな味、うん、いい、さっぱりじゃん、うん、さっぱり、うん、好き。あの名古屋の道の駅ともまた違う。名古屋の道の駅は甘みが結構甘いよね。けどこれ食後にいい。食後にいい。ね、いいよね。美味しい。うん、まあやっぱ小さいのが正解。うんうん。さすが。食べてよ、うん、遠慮しないでよ、うん、ドドが落としよったね。大丈夫、気のせいだよ。ドドがプトしよった。ドドがプトしよった。これペペ、はい、ドドがピンしよった。うん、ポンしよった。食べないのも食べるよね。もう食べないの、ごちそうさま。ちゃんと餅も入ってる。入ってる。嬉しい。うん、嬉しい。嬉しい。じゃあもう一個くらい入ってそうじゃない。あるある、こっちから、ね。一個食べたい、うん。どこどこ？私のところに行くから。こっち側、うん、こっちに行かした。もっとこって、もっとこって、あ、来た。あった、嬉しい。